オーギュスト・ロダン、フランスはイコールオーギュストイコール、ルネ・ロダン、1840年11月12日から1917年11月17日は、フランスの彫刻家。19世紀を代表する彫刻家とされ、近代彫刻の父と称される。代表作に、地獄の門、その一部を抜き出した、考える人など。パリ在住の労働者階級の子として生まれた。 父ジョアンバーティスタは警察に雇われる事務員で、オーギュストは妻マリーとの間に生まれた二人目の子供だった。ロダンはエコールでボザールなどの美術の専門教育、アカデミズムを受けず、特に青年期以降はほとんど独学で彫刻を習得したことで知られている。本人のダによれば、10歳の時に初めて絵を描いたことで美術に興味を持ち、14歳の時に 地元のプティットエコール、小さな学校と呼ばれる工芸学校に入校した。子供たちに絵画やデッサンを教えていた、ルコック・ボードランという教員はロダンを最初に評価した人物で、後年にロダンは感謝の言葉を残している。17歳に工芸学校を退校するまで、ジュール・ダルー、アルフォンソル・グロなど同年代に活躍する画家や彫刻家とも知り合っている。 プティットエコールを退学した直後、ロダンは学業継続を望んでエコール・ボザール、グラン・エコールに入学を志願した。ロダンは同窓生をモデルにした素像を提出したが、ボザールからの評価は不合格だった。諦めずに翌年と、翌々年も素像を提出し続けたが、ボザールからは全く相手にされなかった。当時のボザールは技術的な要求水準が、 さほど高くなかったとされ、数度にわたって入学を拒否されたことは非常に大きな挫折と言えた。ロダンが入学を拒絶された理由は、ボザールでの新古典主義に基づいた彫刻教育と異なる思考で作品を作っていたことも一因かもしれない。入校を諦めたロダンは室内装飾の職人として働きながら次の道を模索していた。1863年。 ボザール入学を果たせなかったロダンに追い打ちをかけたのが、姉、マリアの死だった。ロダンを経済的に支えていた姉は、恋人との失恋劇で精神を病み、属性を捨てて、修道所になっていた。その姉が体調を崩して、修道院で病没すると、姉の恋人を最初に紹介したロダンは、激しい罪悪感に苦しんだという。姉の後を追うように修道院に入会したロダンは、 修道士見習いとして、美術から進学へと道を変えようとした。だが、ロダンの指導を任されたピエール・ジュリアン司教は、彼が修道士に不向きだと判断て、美術の道を続けるように悟した。修道会を離れたロダンは、動物彫刻の大であったに、弟子入りして、深い影響を受けた。また二十四歳の時には、生涯の妻となる、裁縫職人のローズと知り合い、 長男オーギュストブーレロダンを設けているほか、装飾職人としての労働も再開した。不屈戦争が勃発すると彼も徴兵対象となったが、禁止であったことから兵役を免れた。それでも、戦争の影響で仕事が減って生活が苦しくなり、30歳までロダンは家族を養うだけの稼ぎを持てなかった。職を求めて、新天地に向かうことを決めたロダンは、 家族とベルギーへ移住して、そこで知り合いの紹介でブルセル証券取引所の建設作業に参加した。ロガンは当初は仕事が終われば早々に切り上げてフランスに戻るつもりだったが様々な理由から6年間滞在を続けた。ベルギー時代は彼の創作活動において重要であったと考えられている。彼は装飾職人として独学で 彫刻の技法を修練していたが、展覧会用の作品を作る余裕がなかったために、誰も彼が彫刻家としての夢を抱いていたことを知らなかった。1875年、職人の親方との関係が悪化したこともあり、ベルギー滞在中に生活費を節約して、貯蓄を続けていたロダンはローズを連れて、念願のイタリア旅行へと出かけていった。そこで目の当たりにしたドナテロとミケランジェロの彫刻に、 衝撃を受けたロダンは多大な影響を両者から受けることになった。彼はアカデミズムの呪縛はミケランジェロの作品を見た時に消え失せたと語っている。ベルギーに戻ったロダンは早速イタリア旅行で得た情熱を糧に制度時代を制作十数年ぶりに彫刻家として活動を開始した。この制度時代はオーギストネートという人物をモデルにした 等身大の男性像で極めて緻密でリアルな作品であった。ところがそのあまりのリアルさのために実際の人間から型を取ったではないかとの疑いをかけられ、憤慨したロダンは2年後に人間よりもかなり大きめのサイズの彫刻を新たに作った。型を取ったのではなかったと分かった。審査員たちはロダンの彫刻に対して称賛の言葉を送り、ロダンの名は一気に フランス中に広まった。1880年、ロダンのもとに国立美術館を建てるので、そのモニュメントを作ってほしいとの依頼が来た。そのテーマとしてロダンが選んだのが、ダンテの新曲地獄編に登場する地獄の門デアロダンはこの大作品に取り組むにあたり、粘土や水彩画などでデッサンを重ねていったが、なかなか構想はまとまらなかった。この悩める時期に、 教え子のカミーユ・クローデルと出会い、この若き才能と魅力に夢中になった。だが優柔不断なロダンは、カミーユと妻、ローズの間で絶えず揺れた。数年後ローズが病に倒れ、カミーユがローズと自分との選択を突っつけるまで、決断できなかった。ロダンは、ローズのもとに逃げ帰り、ショックを受けたカミーユは、以後、徐々に、精神のバランスを欠き、ついには、 精神病院に入院、死ぬまで、そこで過ごすことになる。1888年、美術館の建設計画は白紙に戻り、予定地だったところには現在は、オルセイ美術館が建っている。ロダンに、地獄の門の制作中止命令が届くが、ロダンはこれを断り、金を払って、地獄の門を、自らのものとし、制作を続けた。ロダンにとって、もはや、 地獄の門とは単なる作品ではなく、新曲の中の物語でもなく、他ならぬ、ロダン自身のものとなっていたのである。そして1889年、地獄の門を覗き込む男を一つの彫刻として発表した。はじめこの彫刻には、思想をネルダンテと名付けられていたが、発表するときは、詩人と名付けられた。この像は誰を表しているのか、ダンテであるという説もあるが、 ロダン自身であるという説もある。その姿は、地獄の中を覗き込み、苦悩している姿であり、その地獄の中には、カミーユ、ローズとの間にできた息子、この子のことを、ロダンは認知せず、世間にも隠していたの姿がある。なお、考える人という名はこの像を鋳造したルディエが、つけたのである。1917年、ロダンは、四季の迫ったローズと、 ついに結婚の手続きをした。ロダン七十七歳、ローズ七十三歳であった。その十六日後にローズは死去し、さらに九ヶ月後の十一月十七日にロダンを死去した。ロダンの末期の言葉はパリに残した若い方の妻に会いたい。だった。結局、地獄の門は未完に終わった。ロダンの作品群は世界的に人気があり、特に 考える人は数多く鋳造され世界中に存在する。体をひねり、面杖をついて地獄の門を覗き込む男。そこには人間の内面までも浮かび上がらせようとするロダンの常念が息づいていた。弟子にはカミリー・クローデルの他にアントワーヌ・ブールデル、オグラ・ウィチロー、シャルル・デスピオラがいる。明治四十三年、一九百十年に発行された。 同人雑誌、白樺の第8号は、ロダン号と称され、ロダンの特集が組まれている。有島武雄、高村光太郎、長井カフーらが、ロダン作品の印象を寄稿した。それをきっかけにロダンは生前、白樺派の人々と文通を行っていた。ロダンにデッサンを送ってもらえる機会を得た、白樺派の人々は、フランス語のできる、有島育馬が手紙を書き、 白樺派の人々が持っている浮世絵と、死がなおと、武者の孔子さねやつが金を出し合って買った浮世絵を送った。ロダンからはデッサンではなく、ロダン夫人、ゴロツキの首、ある小先影の三点の時が送られた。これが日本に初めて来たロダンの作品である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。